12月26日、井上尚弥がタパレスを10ラウンド右ストレートで KO したこの試合、4ラウンドにも一度ダウンを奪ったものの苦戦したという声が多くあった。しかし米ボクシングデータ会社コンプボックスが公開したスタッツを見ると井上が圧倒していたことが分かった。今回はそのスタッツ、着弾率を解説していく。井上の期待が大きかったためか、苦戦したという声があった今回の試合、井上本人も試合翌日、階級の壁とか苦戦とか言われてますけど、この内容で言われたらどうしたらよいんです、わら、タパレスも世界王者ですよ、これで言われたらやりづらいですよ、 1,2 発パンチをもらったら苦戦してるとか漫画じゃないんだから。解説に大振りという指摘もあったけど、その中にやっている本人しかわからない小さい駆け引きもある。楽しめたし、やっている感覚と映像を見直した感覚も違う、完全に俯瞰でもないのでと語っており、試合後会見でのタパレスとの顔を比較すると明らかに井上に傷は少ない。そして米ボクシングデータ会社コンプボックスは井上タパレス戦のパンチ着弾数のデータ X で公開。それによれば井上は全体で401発のパンチを放ち、146発が着弾、うちボディ39発、対してタパレスは310発のパンチで52発着弾、うちボディ17発と、井上がヒット数で約3倍上回った。またパワーパンチの数でも井上の114発に対しタパレスが43発で井上が大きく上回る。同メディアはスタッツとともに試合レビューを掲載。序盤の戦いぶりを、井上は最初の3ラウンドでパワーパンチ24対5でアドバンテージを築いたとした上で、最もタパレスが健闘を見せたのはダウンを喫した4ラウンドで、53発のパワーパンチを繰り出し最高のファイトを見せたと振り返った。しかし井上も47発のパワーパンチで24発を着弾させダウンを奪った。そして井上のペースが落ちた 7,8 ラウンドこそ井上の着弾数は1桁に落ちたものの、9ラウンドに再び18発の着弾数で圧倒すると、10ラウンド1分過ぎに右ストレートで勝負を決めた。米メディアブリーチャーレポートもタパレスのベストラウンドはパワーパンチ12発を当てた5ラウンドだったが、モンスターが危険にさらされているように見える瞬間は一度もなかったと振り返っている。試合を生で見ていると、井上には珍しい被弾シーンばかり目がいったが、こうしてデータで見るとやはり井上の圧勝ということが分かった。しかし海外の記者には今回の試合でなかなか厳しいコメントをしている人もいるようだ。ボクシングニュース 24.com ってクリス・ウィリアムス記者は、今夜の直哉は全くいいところがなかった、これまでの相手に通用したパワーが影を潜めていた、ネリなら井上にもっと重大なダメージを与えていただろう、パウンド・フォー・パウンドトップなんてとんでもないと手厳しい。そしてタパレスがスローで手数が少なかったのが幸いした。フェザー級にはネリを倒したフィゲロアがいる、さらにロベイシー・ラミレスを破り WBO 王者についた身長185センチを誇り、1ラウンドに100発以上パンチを放ちパワーも兼備するラファエル・エスピノサがいる。またパワフルでハングリーなルイス・アルベルト・ロペス、 WBA 王座決定戦で対戦するオタベク・コルマトフとレイムンド・フォード、レイ・バルガスらが立ちはだかると警鐘を鳴らす。これだけならスーパーバンタム級残留はひとまず賢明な選択、フェザー級での活躍に期待が持てるという趣旨にも思えるが、同記者は毒舌をやめず、井上は今夜たくさんのパンチを浴びた、フェザー級選手との対戦では5が心配になる、彼は122、スーパーバンタム級って止まってしまうのか、彼は天井に到達したようだ、126、130、スーパーフェザー級に上がれば苦しい試練が待っていると呼気下ろす。同記者は井上とウェルター級4団体統一王者テレンス・クロフォードとのパウンド・フォー・パウンドキング争いにも言及。元世界ライトヘビー級王者アントニオ・ターバー氏の意見を交えながら持論を展開。パンチングバックと化したタパレスに勝ってもパウンド・フォー・パウンドナンバーワンとは呼べない、そう思うのは彼のファンだけと記述。同じ2階級で比類なきチャンピオンについたクロフォードと井上だが、最新試合でエロール・スペンス・ジュニアに勝ったクロフォードの方が40歳のノニト・ドネアを倒した井上より対戦相手のクオリティではるかに上だと主張する。極めつけは井上が制した軽量級には本物の強豪がいない、ウェルター級などの豪華なクラスのトップ選手から
パウンド・フォー・パウンド・キングは選ばれるべきだ。井上選手が試合後、来年5月に噂されているという試合を実現するかは交渉次第だが、皆さんが喜ぶような試合を実現していきたいと語っていましたが、この噂されている選手とはルイス・ネリのことで、今一番井上選手と対戦の可能性が高い選手でしょう。